はようございます。石橋頭石橋です。今日は簡単バナナジュースを作っていきたいと思います。まだまだ自粛期間中ということで、何かこう簡単に栄養価の高い朝ごはんをということで、バナナジュースおすすめでございますので、ちょっと作っていきたいと思います。さあ、材料が、バナナ、まあ大体2本、ちょっと一回測ってみますね。300g、 だいたい1本150、130か150ぐらいじゃないですかね。大きいのだったら200ぐらいあると思います。で、1本に対して、牛乳100ぐらいが僕は、好きなので、ちょっとドロッと、まあ、シャバシャバすぎず、が一番僕は好きなので、それおすすめでございます。なので2本なので牛乳、200cc 作っていくも何も、ね、こう剥くだけですから、足の黒いところだけね、ちょっとします。で、ミキサー入れます。さあ、これで完成は完成なんですが、このグラスの縁の方にこのチョコシロップをかけていくのがポイントでございます。わかります？こんな感じです。はい、じゃあ注ぎます。なんかこう美味しそうでしょ。で、上側にもちょっと、はい、チョコバナナジュースの完成でございます。最後までご視聴いただきまして誠にありがとうございます。チャンネル登録の方よろしくお願いいたします。お父さんクッカーですね、私石橋頭石橋監修しました。お父さんクッカー、 Amazon でですね、お父さんクッカーって調べていただければ、これ一つでレンジで簡単に料理できるというのを、やっております。ぜひそちらの方もよろしくお願いいたします。チャンネル登録の方だけよろしくお願いいたします。